あ、そうですね。はい。Jesteśmy w galerii, the eighth galerii Klaska, w Klasce, w Meguro w Tokio, 13 października 2011. ポーランドとのご関係についていつからどういうふうに始まったんですか？1960年代の後半に、私の記憶では新宿の京王デパートというところでポーランドのポスター展があって、私はその時まだ大学生の1年生か2年生で、田舎から東京に出てきたばっかりの時だったんですけど、私は新宿の近くに住んでいたので、学校の帰りにいつも新宿で一度降りていろいろお茶飲んだりしてたんですけど、その時はポーランドのポスター展を見に行ったんですね。で、すごく感動して、それまで僕はああいうポスターが世の中にあるっていうことを知らなくて、でびっくりして、その時の小さな活版の白黒の印刷物ですけども、カタログを買って今でも持っていますけれども、その時に何人トマチェフスキーが一番素晴らしくて、今でも私の永遠のその憧れですね。その後、富山のポスタートリエンナーレの時に、ロソハさんっていう方が応募してきた作品を見て、それもしびれちゃって、それで その人はその時賞を取ったんですけど、私は審査員だったんですけどね。それ以来彼とは交友が未だにあるんですけれども、ポーランドに招かれて、いくつかのアカデミーで授業をやらせていただいたりしたこともあります。とても懐かしいです。今でもポーランドのポスターがこれから、今ちょっとあんまり良くないと思うんだけど、必ず良くなるって思っているので楽しみにしています。じゃあこの段階についてどう思いますか？まだここまでしか見ていないので、こっちの方が分からない。じゃあ実はこの新しいポーランドの古いポーランド60年代とか80年代までのポスターと今のポスター、どう思いますか？まだこの会場のこっちは見ていない段階で言うんですけど、僕の知っている限りでは昔のポスターの方が勢いが鮮やかだったと思います。今は悩んでいる感じがします。で、昔のポーランドの良さを今の人はどうやって取り戻したらいいのかっていう、その綱が、入り口が見つからなくって、いろいろ考えている感じがしますね。で、時代的にも今はポーランドだけじゃなくって、人類全体が難しいところに差し掛かっているので、単に昔のそのなんていうのかな、自分の国のアイデンティティをビジュアライズするっていうだけの問題では今のデザインはなくなってしまっているところもありますからね。二重にいろんな問題がこう重なって難しいんじゃないかなって思います。やっぱりある程度何かデザイン以外の何か活発な活動というものが、経済活動でもいいんですけれども、そういうものがあるとデザインも面白いものがこう出てくるんだけれども、他にそういうネタがないとデザインだけ頑張れって言われてもみんな迷ってしまう。違い。これは僕の勝手な考えなんですけど、ポーランドはヨーロッパの中ではあまり西欧のフランスとかイギリスとかそっちの影響、もっと具体的に言えばファインアートの影響があまりダイレクトには伝わっていない、もともとその素朴なアートに対する考え方っていうのは根強くあって、そういう意味では日本のような地理的に離れたところで
西欧のそのファインアートの考え方がなかなか伝わらなかったっていうことと、あの文母のところで似ている状況、歴史的にそういう仲間というかね、あの距離は離れていますけれども、その影響力における関係は似ているということはあったと思いますね。じゃあ邪魔しないように見せていただきます。僕はね、初めて、ワルシャワに行ったのが1984年なんです。それはなぜ行ったかというと、一番最初、エリック・リピンスキー、漫画家、福島漫画家でエリック・リピンスキーが、招待してきたのが初めで、その時僕は、ポスターが好きなんで、僕のポスターを持って、来たんですね。そしてその年にリピンスキーが、じゃあ私はあのビラノフの美術館に行きなさいと言われたので、僕はビラノフのポスターを持って行ったんです。その時お会いしたのが、ヤニナ・フィアコースカさんとお会いしました。それが縁で、その後も、ポーランドに、ビエンナーレがあるたびに、ずっと行ってますね。で86年にワルシャワの国際ポスタービエンナーレでゴールドメダルを、もらって、その後も、仲間はたくさん増えまして、ポスター文化を、味わうことになりました。ポーランドポスターの中にはたくさんいまして、まあ、当然ね、ヘンリク・トマシェフスキーのこの表現の自由を獲得している、そして、哲学的で、風刺的でもあり、ポーランド的でもあり、独自の世界を作り上げたのはヘンリク・トマシェフスキーだと僕は本当に思っています。で憧れていまして、トマシェフスキーにお会いした時は神様に会ったような気分がいたしました。この展覧会を今一つ一つこう見ていたんですけども、80年代の連帯の大きなムーブメントから、この消費社会に変わる資本主義に変わっていくこう混乱みたいなものが見ていて、非常に魅力的であり、それから考えさせられることがたくさんあって、僕としてはいや、新しい、ポーランドのポスター文化の動きがここで見られる感じがいたします。はい、ポーランドと日本のポスター、この文化のポスター文化の違いの一番大きなところは、ポーランドでは、資本主義の方に、自由主義の方に傾く前の、ポスターは非常に文化的で、日本には全くなかったです。日本は第二次大戦で戦争に負けてから、内緒日本が、国が強くなるためにデザイナーたちはそこに全部協力して企業と一緒に成長してきた。まずは大きく言うと、主義、自分たちのメッセージを強く訴えるのと、企業としての集団主義のメッセージを強く訴えるのとのこの違いは今も歴然と違っています。でそれから表現の違いは、ポーランドは東ヨーロッパを含め、それからこの、どういったらいいんだろうね、歴史がありましてね、日本は日本の歴史があって、その美の違いは非常に、違うと思うんですが、でもポーランドも、プリントメディアに対しての日本の浮世絵のコレクションも、ザ・マンガを、マンガという美術館に、クラクフにある漫画を見れば、すぐ理解、お互いに理解し合って、共通点はあり、でも、違うところはもう、根本的に違うところがあるんですね。これはじゃあ根本的な違いはどこかというと、やっぱり美意識なのかなと、違いますね。東アジアとやっぱりヨーロッパの持っている人たちの違いは、決定的に違うんですね。この違いがおそらく、すごく面白いこうギャップのような感じがして、いるんです。僕は面白いと思いますね。もう一つのは、はい、ヨーロッパのデザインの中で、はい、ポーランドのデザインの特徴は、僕が考えているヨーロッパのポーランドの特徴は、何しろ、文化、映画、それから演劇、それからカル、まあ、そういうようなこうカルチャーのところに対する、ことの表現が、まあ、多分 国家としてもそれを認めたというところが、もう決定的にヨーロッパの中では違うなというふうに思いますね。それから美術、ワルシャワの美術アカデミーの教育方針ですね。ここがまた独特で、
しかも共産主義でしたから、フランスのデザイナーたちもみんなヨーロッパで集まってヘンリク・トマス教室で勉強したのがまたこう散っていく、あるいはそう考えると、ポーランドのもう一つの文化、ヨーロッパの文化を作り上げているので、ここが、源泉のようなね、ポスターの泉のような感じが、してならないんです。それが各国に行ってまた自分たちで消化してやってるので、そこはもう決定的な違いがあると思います。日本とポーランドが一番グラックのポスターにつながったのはやはりワルシア国際ポスタービエンナーレですね。でその第1回から始まって、第1回は田中宏が撮って、第2回は亀倉優作が撮ったのか、まあ、それから永井和正が撮って、福田修が、まあ、グランゴールドメダルをずっとこう撮ってきて、その時日本はまだポスター文化が成熟していなかったんですね。でその成熟していなかったのを、ポーランドのビエンナーレが評価してくれたことによって、日本人が周りがまた評価 してくれて、文化的に日本のポスター文化が育ってきたというのは、決定的な影響だと思います。ありがとうございます。